こんにちは、大輔です。今日はですね、ついに日本政府が決断をしましたというお話で、9月下旬の入国制限の緩和が決定ですというね、こちらのお話をしてまいります。直近でですね、日本への帰国、入国を予定されている方、もしくは年内の渡航を考え中だよなんて方については必見の動画だと思います。基本的にはですね、渡航者の皆さんにとっては、プラス材料ということでいいんだと思いますが、実 実はですね、今日お話しする報道の内容を僕ね、何度も読み返してはみたんですが、よくわからないところもまだ残っているということなんですね。なので、何が決まっていて、え僕、大輔がですね、この懸念をしている点ですよねえ。皆さんのところにまだ負の影響があるんじゃないかという点について、報道から読み取れる範囲でわかりやすく皆さんにお伝えをしていこうじゃないかというのが本日の趣旨になります。 撮影をしていきたいと思いますがまずはですね報道をチェックしていきたいと思います朝日新聞が9月の22日夕方にですね報じた内容がこちらですねワクチン接種で水際対策緩和へ入国後10日間の自宅待機だけになるというですねこちらの報道ですね厚生労働省は22日新型コロナウイルスのワクチンを接種した人を対象に水際対策を緩和する方針を決めた。 え、変異株が流行している国から入国した人に宿泊施設で3日間待機を求めているが、接種を証明すれば免除するということですね。事実上すべての国からの入国者が10日間の自宅待機だけになる。来週にも始めるというですね、まあ、断言をするような形で朝日新聞が報じているのが今日の動きなんですね。え、国内で承認された ファイザー、モデルナ、アストラゼネガのワクチンを想定しており、自宅待機後、検査を受けて陰性なら活動ができるという、この言い回しがですね、ちょっと後ほどね、まとめの部分であの解釈をね、皆さんと深くやっていきたいと思いますが、え自宅待機後に検査を受けて陰性なら活動ができるというですね、ちょっとここ僕注目しているポイントなんですね、この朝日新聞の報道についてということですが、え <laughs> 厚生労働省は接種と検査を組み合わせることで感染者が入国するリスクを下げられると判断した。ただ、英国などは接種者の待機をなくす緩和策を示しており、経済界などからは不満が出そうだ。 というこの言い回しを見る限りですと、やはりね今回の緩和というのはあくまでもううこの隔離間の短縮なわけであり、あの全面的に、ね、免除をしていくというものではまあないよということがここから読み取れるわけなんですね。えこれまで海外からの入国者には原則14日間ですねじ、えー、宿泊施設と自宅での待機を求めてき、えー、ている日本ということですがえ、変異株が流行する国や地域からの入国者には、このうち3日から10日は検疫所があ施設を用意していたが、 宿泊施設での待機間を段階的に減らしてきている昨今、日本政府ということですが今月20日からは宿泊施設での待機を求めるのは英国やインド、インドネシアなど全世界です45カ国にこれ、減少したということですね。これからが3日間のいわゆる強制隔離の対象になっているというねこんなエリアということですが今後、ワクチンの効果を弱める変異株が出た場合には水際対策を改めて強化するということも、まあ、こういったね今後の 懸念についても示唆するような、まあ、報道の仕方だったわけですが、まあ、だからね、必ずしも段階的には緩和していくけれども、緩和する一辺倒だけではないかもしれないという、また締め付けがある可能性についても、まあ、示唆しながら、ですね今回の緩和をですね報じた朝日新聞ということなわけなんですが。 今回ですね、えー、まあ、この、来週にも始めるというね、この言い方をしている朝日新聞ということで、9月の27日が来週の月曜日になりますから、まあ、早ければね、その日付で、えー、この緩和措置が始まっていくというふうにね、解釈して、まあ、いいんだと思ってます。で、もしくは、ま、月曜日以降、火曜日、水曜日のね、来週のどこかでスタートということも読み取れますが、いずれにしても、9月27日の週の間にこちら が始まっていいくととうことで、えー、こでの日本政府が、ね、決定をしたこんな動きがありました一応今回のです、ね、事柄が決定とみなしていい根拠については、まあ、もちろんこの朝日新聞がこれ報じているということもありますけども一応僕の解釈では、ね、こちらの NHK の報道も含めて皆さんと、ね、一緒にこの解釈をしていきたいわけですがこの22日に開かれた政府の会議というのがですねこちらですね政府与党の実務者 介護というですねこれ、何をしているかというとその、政府、日本政府、だから内閣がですね、今後の水際対策ルールを決めて、その決定事項を与党に説明をする場が本日あったということなんですね、なので、まあ、検討をしているというよりかは、もう決定した事項を説明するという場がですね、今日開かれた、まあ、そういった報道だったわけなんですね、ここまでの内容を皆さんと一緒にまとめをしていきたいと思います。 こんな感じですね。ワクチン接種者に関しては、えっ、ー、と、大幅にですね、まあ大幅なのかな、緩和がなされるということになります。自主待機がですね、自主隔離ですね。こちらが、これまで14日間だったところが、10日間へ 短縮にになるといううねこれがもうほぼ正式に決まっただですね、朝日新聞のちょっとね、文面で僕が注目している箇所があるとね、お伝えしましたが、自宅待機後検査を受けて陰性なら活動できるというこの言い回し、一応僕はこのように解釈をさせてもらいました。えー、こちらの自主待機の中で10日目にですね、何かしらの検査が 必要になるとねえここで陰性がチェックされた方に関しては、ワクチン接種者に限って10日間でえこのね自主隔離を終え,終えられるというですね、こちらの解釈を、まあ、とりあえずね、させてもらいました。なので、ワクチン接種証明書さえあればですね、えー、これが10日間に単純に短縮されるというよりかは、このね10日目の検査によって、 で早めに切り上げるねえこのまあ権利というかオプションみたいな考え方になるのかどうなんでしょうかこれはまだね朝日新聞の一文をね汲み取ってちょっとねここを注目していきたいということで皆さんにお伝えしましたが実際来週になって蓋を開けてみたら本当にねこのような措置が皆さん必要になるのかどうかこの辺りは今後のですね日本政府からの発表一時情報がまた出てくるのでこの辺りですね注目をしていきたいと思いますまだまだここがね厳密には変わってくるという可 可能性もありますから、えー、とりあえずですね本日,の,、えー、本日付の報道で、えー、確認ができる範囲を皆さんにねご報告をさせて、えー、もらったわけです。そして変異株指定国の強制隔離になるわけですがこれがですねこれもあの報道を見る限りだとこの強制隔離はですねワクチン接種者に対しては免除されるということになりますからここも大きな緩和のね一歩というふうに見ていいんだと思います。えー、そして今回許可するワクチンの 種類がですね改めて報道されました日本政府が承認済みのもと厚生労働省が使用許可をですね出しているものに限られるそんな銘柄が並んでいたわけなんですね、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカということですが、はいこちらですね、日本政府があ承認しているものをですね はい、こちらになります。この3名からですね、ファイザー、モデルナ、アストラゼーネカそして、ジョンソンジョンソンをね、アメリカに行かれた方なんかは、こちらを接種したよなんて方もね、いらっしゃるとは思いますが、日本政府は未だにレビュー中ということになりますから、ジョンソンジョンソンはですね、ちょっと今後の動向を待って、 ていいきたいわけなんですよ、えー、とりあえずですね、えー、こちらが厚生労働省に、えー、申請が出たのがですね5月の出来事だったんでねもうそろそろこのお許可申請がですね降りたのかどうかこの辺りの動きが日本国内でも見えてきても、まあ、いいんじゃないかなという気はしますが、えー、とこんな感じですよねこの承認がもし得られた場合は来年初頭に日本に供給できる可能性があるとしているというですね、まあ、こういった報じられ方があの数ヶ月前にあったわけですから。 年内に承認が得られて来年初頭には実際にロットが入ってくるみたいなことがあるのかもしれませんそうするとです、ね、今回の緩和タイミングではあのちょっと、ね、これ間に合いませんでしたがジョンソンジョンソンね今後、まあ、年内の中で動きがです、ね、これある可能性が、えーまあねえー、あるかと思いますなので,こちらです、ねえー、とワクチン接種、まあワクチンの種類こちらは注目を、ね、していきたいと思います。そして海外発行のワクチンパスポートこちら が有効なのかどうかについては本日皆さんにご紹介をした朝日新聞の あの報道とですね NHK の報道、両方とも読んでみても、言及されていませんでしたから、ちょっと前のね、数日前の報道では、アメリカ、もしくは EU が発行したものも認めていくよということだったんでね、アメリカの CDC が発行してるあの名刺サイズのね、厚紙のワクチン、まあ、パスポートと言っていいんでしょうか、あちらか、もしくは EU デジタルサーティフィケートでしたっけ、えー、COVID サーティフィケートでしたっけ。 まあ、いわゆるグリーンパスですよね。えー、あちらを、まあ、承認していくという動きで、まあ、とりあえずねいい、いいんじゃないかと思いますが、えー、このあたりも注意をして、えー、皆さんと見ていきたいと思います、まあ。ここもね、また一時情報が日本政府から出てくるでしょうから、改めて皆さんと、えー、チェックをしていこうじゃないかというね、そういった状況になります。そしてワクチンを接種していない方ですよね。こちらの方については、あとりあえず、 ルールは継続という解釈でいいんだと思います。自主隔離の期間は14日間ですね、今まで通り必要になるというですね、こちらの指定が続いていきます。そして変異株指定国について、この14日間のうち3日間については強制隔離、これがね、続きますから、この点はぜひご注意をされてみてください。え僕の動画でもですね、数日前にこちら、9月20日から隔離になる国、強制隔離ですよね、になる国が変更になりますよということで、全世界ですね、皆さんと と一緒にチェックをするということをやりましたから、強制隔離の対象になる国からの、ね、渡航なのかどうかあ、心配な方については、こちらの動画をですね一度見てもらえるとね、頭の中に情報が入ってまいりますから、今、全世界で,ですね、3日間の強制隔離、幸いなことに6日間だとか10日間というのはまっ、あ、たなくなりましたから、すべてにおいて、ですね3日間の強制隔離対象の国が、アジア圏をはじめとして、中南米、欧州、えー、中東、アフリカと、今回ね、北米は、あの とりあえず解除になりましたけれどもその他のエリアについてはまだまだ国が残っていますからこちらの動画ですね気になる方はぜひ参考にされてみてくださいまた概要欄にこちらの動画もリンクを貼っておきますはいということでまとめの続きなんですがとりあえずですね報道から読み取れるような接種者に対する緩和措置そして未接種者は今まで通りのルールが継続するよというご報告だったわけなんですが 今回の報道からね、この読み取れなかった点、そして皆さんに渡航影響があるであろう点ですよね。ここに着眼をしていきたいわけなんです。えー、なので、あえてですね、まあ、このあたりはまだ言及がないよと、日本政府からの言及がないので、えー、注目をね引き続きしていこうじゃないかという点、えー、まず一つ目がですね、お子さんの扱いです。すなわちワクチン接種の対象年齢に満たっていないお子さん というのはこれ打ちたくても打てないわけですからこの方々に対して何らかの救済措置がこのあるのかもしくはもう未接種者がねご家族で1人でもいたらですねそれはもう未接種者というふうにカウントされてこのね従来のルールが適用せざるを得ないのかねこのあたりの解釈についてはまた今後ですね細かい条件が出てくると思いますから特にね12歳未満のお子さんと一緒に渡航をするとかねもしくはどうでしょうその 成人をする手前、まあ、だから18歳未満といったらいいのかな、のお子さんと一緒に移動するなんて方のケースで、まあ、どうなるのかについては、今後、ですね注目をしていきたいなと思います。あとは相変わらず、公共交通機関の利用制限の解除ですよね、こちらについては言及がありませんでしたから、北海道だとか沖縄だとかにあのお戻りを、ね、されるという方については、まだちょっと我慢の時期が続くんじゃないかなと思います。まあ、それでもねあの隔離 期間が短縮になればとりあえずね関東圏というかその成田空港の周辺で宿泊してですね そして改めて国内線で帰るみたいなことが、まあ、若干短縮されることによって負荷が少なくはなりますからね。あの、このあたりの動向、公共交通機関の利用、特に国内線乗り継ぎみたいなところができなくて困ってらっしゃる方が、ね、多いと思うので、えー、この点は引き続き見ていきたいと思います。とりあえず、今日時点の報道は言及がなかったということだけお伝えをしていきたいと思います。そして、陰性証明書の免除に関しても特に言及がなかったので、えーこれ これはですね、ワクチン接種をされている方についても日本政府のフォーマット厚生労働省のフォーマットでの陰性証明書は一緒に携帯をしておく必要がある、まあ、これを、ね、提示していく必要があるということでいいんだと思いますあの厳密にあれです、ね、提示じゃなくて提出ですね、この紙を出すということで、あのー、日本政府が、ね、求めてくるという形になりますからこれはまだえ継続されていくえそんな状況かと思います。 えー、とりあえずですね、本日の動きというのは、この実務者会合ですよね。政府側の取りまとめを与党側に伝える、説明をするという動きを持ってですね、日本政府、えー、来週からこちらの緩和措置を始めることが、まあ、決定したというね、こういった報じられ方でしたから、あのー、皆さんにね、その旨をお伝えをさせてもらいました。こちらの実務者会合がね、あの、取り仕切ってるのが、 官房副長官の酒井学さんという議員の方ですけどもこちらの酒井議員がですねあの 菅さんと一緒にこれから渡米をされる予定みたいですね。え、そしてこの実務者会合っていうのがまだね、開かれて3回目だったらしくて、新しい会議体、え、みたいなことをね、おっしゃってました。あの、ご自身の YouTube チャンネルでね、おっしゃってました。え、次の内閣で、え、この会合が継続されるのかどうかね、えー、これはまだわからないということで、今、総裁選真っ只中になりますけども、え、今回のですね、決定事項というのは、まあ、いわゆる、どうでしょう、菅さんの最後の置き土上げの形でね、決定に至ったと。 言ってもも、まあ、いいのかもしれません、えー、とこのね、えー、官房副長官の酒井さんのコメントだけねまた最後紹介をしていきたいわけですけど今現在の水際対策ですよねこれが日本国籍と、えー、日本の在留資格を持つ外国人のみに限定をしたものであ,、えー、あるがゆえにですね基本的にはビジネスで訪れるような、ね、外国人新規の入国は認めてないよというこういう状況が続いてるんだよということを改めておっしゃっていました。えー、今回のの緩和について、まあ、このね えと新規の入国が入ってこれない、えー、基本的にはこの方向性は変えていないんだということをおっしゃっていたわけですが、まあ、ただですね今回の緩和というのが一応第1段階の位置づけだということだったのでこれがね第2段階目第3段階目が。 まあ,あるということで、ご自身の官房副長官のですね YouTube チャンネルで語られていましたので、まだですねこの緩和措置、まだ始まったばかりで、これ、続いていくということで、理解をしていいんじゃないかと思います。ということで、僕のチャンネルでは、ですねこういったその日本政府の最新動向ですよね、特に皆さんの渡航条件に大きく関わるであろう動きが、ですね日本政府の動きが出てきしだまた動画化をしていきたいと思います。 思います本日の動画が役立ったという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。